30年の時を超え生まれ変わった1台の車、日産シーマ。30年ってすごいんだなと思って、ファンたちの熱い思いと、今こそやっちゃえ日産でしょうっていう言葉をたくさんいただきまして、メーカーの決断、そしてレストアの職人たちが一つになって生まれた新たな伝説。新車に近づけられるように頑張りたいと思います。全国の自動車ファンたちの心を捉えた奇跡のレストアストーリー、その記録を追う。2020年10月、一台の古いセダンが突如 SNS で話題を呼んだ。初代の日産シーマ、オーナーは女優である伊藤和恵。現在もサスペンスドラマの常連である彼女は、30年前にこの車を購入、以降ロケに街乗りにと乗り続けてきたのだ。30年目の車検でお花をいただいたんですね。その写真を何気なく SNS に上げたら、ネットやニュースで話題になって、やっぱり30年になるとすごいねってみんなから言われました。彼女のシーマは後輩俳優中尾明義の YouTube にも登場。今若い世代にも80、90年代の旧車の人気が高まっているのだ。そのシーマが30年目を迎えた。そして1年点検の際の伊藤の SNS が日産を動かした。シーマ乗られて30年目の1年点検の時に SNS で投稿をいただきましたと。それが大変話題になりまして、今こそやっちゃえ日産でしょうっていう言葉をたくさんいただきまして、我々でも何かできることはないかということで参加させていただいたっていう経緯がございます。レストアしてくれるかもしれないって言われて、だってそうすればもっと長く乗れるってことじゃないですか。3月、伊藤は日産グローバル本社を訪ねる。シーマ再生計画が始まった。先進技術のついた車を市場に投下していくってこともメーカーとして大事なことではあるんですけれども、長く愛用いただいているお客様に安全に乗っていただくってことは合わせて大事なことだと思っておりますので、今回のレストアは意義あることかなと思っております。シーマFPY31 型、当時を知る人にとって時代を象徴する一台である。それまでの国産3ナンバー車は5ナンバーと共用ボディがほとんどだったが、時代とともにビッグセダンにもパーソナル性が求められていると感じた日産は、大胆にもその新型車に3ナンバー専用ボディの採用を決めたのだ。さらに輸入車の独壇場だった大型パーソナルセダン市場に切り込むため、日産は新開発の V 型6気筒 DOHC ターボエンジンの搭載も決定する。 VG30DET というそのエンジンは3リッターの排気量から255馬力を絞り出す、それまでにない高性能エンジンだった。時はバブル経済の最盛期、1987年の東京モーターショーに参考出品されたシーマは、翌年初頭に発売されるや否や世代を超えた話題を呼び、注文から半年待ちは当たり前の大ヒットに。豪快にリアを沈ませながら猛烈に加速する大きなボディのシーマは、その時代の憧れの車だった。そのシーマが当時の姿によみがえる。レストアに向けた入庫日、伊藤はシーマとのしばしの別れを惜しみながらラストランに臨んだ。30年も乗ってると魂が宿ってるんじゃないかって思うぐらい、なんかこう守られてる感じもします。今住んでる家よりも長く一緒にいるので、もう本当相棒っていう感じですよね。到着したのはオーテックジャパン、日産の特装車を手掛けるファクトリーカスタムメーカー。レストア担当として指名されたのは車歴27年、経験豊富な風間。
多少傷があっても綺麗になって残れば伊藤の思い出の部分でも効いてくる。なるべく使えるものは使ってあげたいというのが風間ほかレストアチームの考え。伊藤様の愛情愛着が感じられる車だと思います。新車に近づけられるように頑張りたいと思います。8ヶ月にわたるシーマ再生プロジェクトのスタートだ。ラストランを終えた伊藤、その後いよいよレストア開始。まずは日産自動車の担当者から今回のレストア作業の説明を受ける。塗装、これは当然全塗装を行います。シーマのレストア作業は大きく次のように進んでいく。まずは車両の分解、各パーツの状態を見てレストアの方向性を決める大事な工程だ。次にエンジン下ろし、その後内外装部品を取り外し板金修理を行う。そして塗装、部品清掃、洗浄、修正、細部交換を行い、最後にエンジン乗せ、全般組み立てを行い完成となる。30年以上経った車体を分解するにあたって部品の劣化してるものとかも結構あるので、壊さないように気をつけながら分解するのが非常に苦労する部分でして。まずは一つ一つの部品を外していく作業から始まる。これは一から車を作る時以上に手間のかかる作業だ。分解しチェックを進めると塗装の下に隠れていた劣化部分も見えてきたが、路面式にしてはいい方だと思うんですけど、泥が溜まっちゃうんで錆びやすいんですよね。伊藤の30年間の乗り方も見えてきた。思ったより錆びてないんですけど、やっぱり気を使って乗られてたのかなっていう。スイッチ周りもね、意外と文字が消えてないところが多くて不思議なぐらい。シートを外すと30年の歴史も垣間見れる。いろいろと30年分のお小遣いができる。うん、今度100円。フロアカーペットをすべて外し終えたら分解の作業は一段落。いよいよ。ほとんどのパーツを外されたところに様子を伺いに来た伊藤。でも写真でちょっと見たときうちの車じゃないと思う。秘密な感じ。あ、じゃあ開けてください。お、こんな感じ。何になってるの。本当に柱がこれだけしかないってことですよ。あ、今の車にはない。あ、このゴムも全部外れてる。錆びてる。この天井も綺麗になるんですか。します。はい、こうやって綺麗にするんだ。だって洗濯機に入れられない。ちょっと、いや本当ちょっと悲しくなっちゃいますけど、でもこれからね、生まれ変わるための準備なので、はいはい、ちょっとすごい期待してます。頑張りますんで。はい。ありました。伊藤に30年分の落とし物を渡し、エンジン下ろしに取り掛かる。エンジン下ろしの手順としましても、まずは水、ガス、油を、全部抜きまして、補機類といわれる周りについている部品を結構邪魔になるものが多いので、それを極力外して、それでエンジンをスムーズに下ろせるようなスペースを確保してから、エンジンを取り外すと。エンジン取り出し開始。ちょっとした緊張が現場に張り詰める。でエンジン取り外す時も今回は下に抜いていく方法を取ったんですけど、上から取るよりも別的に有利かなと。下から下ろすっていうののメリットもう一つとしては、足回りも一緒に外せるというメリットがあるので。エンジンが外されたシーマ、全塗装と各部品の修繕を行っていく。
とりあえず大きな塊で外して、外した後細かく分解するんですけど、取り出されたパーツは部品によって分解、洗浄を行い再利用される。この日はリアブレーキの部品の分解清掃を行っている。ブレーキパーツをサンドブラストで清掃、研磨剤を吹き付け錆取り清掃を行う。錆びてしまっていたフェンダー部分の板金修理を行い、その周りのパテ塗装を剥がす作業が行われる。錆びたパーツは全パーツを取り替えず、一部を複製し再生する。これも職人技のなすところ。複製パーツは丁寧に溶接され、新車時と比べても遜色ない仕上がりとなっていく。そしてさらに細かい部品を外していく。特に交換部品もないかもしれない、まだその時点ではわからないものもあったので、とにかく壊さないように壊さないようにっていう気を使いながら分解していく感じでしたね。大半の部品を外し終え、ほぼボディだけの状態になったシーマ、修正を終えたボディに再び輝きをもたらす塗装工程が始まる。当時の塗料メーカーからカラーパネルかな、それをお借りしまして、それに合わせて調色を行って、当時の色に極力合わせたと。ここは伊藤が気にしていた部分でもある。塗装はできるだけセルフでやろうと思って、父親と2人でヤスリをかけてで塗って、なるべくこうなんか平らにまだらにならないようにしたんですけど、すごいまだらなんですよ。塗装は白、パール、クリアの順に行われていく。色をつける白色の塗料の吹き付けが一番工程として時間がかかる。下地が最も重要で、今回もかなりの時間を費やしました。今回はスリーコートですね、スリーコートの塗装を行ったんですけど、最終的なクリアを吹いてからの仕上げですね、もうしっかり行うことによって新車時の輝きが復活できたかなと思っております。ボディの塗装が完了し、再び作業場に戻る。ボンネットフード、フェンダー、トランクリッド、ドアの塗装も完了した。塗装の後は部品の分解、清掃、修正や細部の交換を行っていく。部品分解洗浄なんですけども、とにかくきれいになるように洗ってツヤを出したりとか再生しました。足回り部品に関しましては、ゴム部品、ブッシュ類とかは極力交換する方向で作業しました。新品のアルミホイールが到着した。全国に部品の在庫状況を確認し調達された。これも部品担当の陰なる努力の結果。エアサスコンプレッサーの新品を入手。ここは伊藤が気にしていた部分。結構ガガガガっていう時があるんですね。多分エアサスだと思うんですけど、その点の音が軽減されるとちょっとまた乗り心地が違うのかなっていう。そこでサスペンション部分の新品部品の交換を行うことで不満を解消することができる。地道な作業は2ヶ月以上続いた。エンジンの背はですね、寸法が結構ギリギリなものですから、塗装もされているし新しい部品もついているので、慎重に慎重に乗せました。エンジンはコンディションが良く、確認整備を行い、劣化していた消耗品などを交換しリフレッシュ、最上の状態へと整えた。もうとにかくギリギリなので、補助で反対側にもついてもらって、で上からも覗いてもらって、当たるとこない、あっち行けない、こっち行けないと声かけをしながら慎重に乗せていく感じですね。バンパーから後から揺れます。
ツインカムヘッドの V6 エンジンは幅が広いので、エンジンの組み込みをより難しいものにしていた。苦労の末、やっとエンジンが組み込まれた。組み立ては分解以上に大変な作業。元通りに組み上げるのは経験がものを言う。そして新たに調達したエンジンハーネスを配線していく。配線も一つ間違えると起動しない。エンジン始動。一発でかかりましたね。まあ、ちょっと緊張しますけど、一発でかかってました。横にいたんで。外装パーツの取り付け。まずはフロントバンパー。車の顔の印象を決めるフロントグリルは新品へ交換。ホイールも新品へ。タイヤももちろん交換している。エアサスペンションのチェック。こちらも当時の感じを取り戻した。そろそろ作業も大詰め。内装部分の取り付けを行う。まずはシートの取り付け。ここも伊藤が気にしていたところ。色が変わってるでしょ、ほら擦れてる。あ、乗る時にやっぱこう擦っちゃうみたいで。あ、まあ、最初すぐあのメーカーさん問い合わせたんですけど、まあ、当然もう30年前の表皮はありませんと。サプライヤーの特別協力を得て、最新のプリント技術で当時の柄を再現した表皮を製作し貼り替えている。色も当時と同じものを再現している。実はこの表皮を新しく一から作るには4ヶ月を必要とした。そして4つのドアの内張りを取り付ける。ドア内張りも非常に状態が良く、もともとのパーツを生かした。とうとうレストア最後の作業。まあやっぱりもう半年以上やってたので、ああこれで終わっちゃうんだっていうのもほっとするところもありますけど、やっぱりちょっと寂しいところもあって、まあ複雑な感じですけどね。まあでもほっとした方が多かったかな。30年の時を超え、新たなシーマが姿を現す。2021年12月7日、東京銀座日産クロッシング。待ちかねていたシーマとの対面。早く見たい。ちょっとこうめくっていいかな。ちょっとだけこうタイヤだけ見たいよ。もうそこにあるのに見れないもどかしさったらないです。あ、でも多分父が本当に喜ぶと思いますね。店に来ようかなと思ってます。展示中に、うちに帰る前にこんな立派なところに飾られたよっていう。本日はお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。ちょっとまだ私も見ていないので、あのどんな感じなのかちょっと想像もつかないんですけれども、本当に楽しみにしてました、この瞬間を。ベールに覆われているのはもちろん。伊藤さんいかがですか。目の前には30年前に購入した時と同じ輝きを放つシーマ。とびっくりしたんですけど、すごいあまりにもピカピカで、あと新車の香りがします。ありがとうございます。伊藤は8ヶ月間この日を思い描いていた。しかし目の前の愛車は予想を超えた仕上がりだった。
この日を待っていたのは伊藤だけではない。 SNS でレストアの進捗を共に見守っていた人たち、そして車好きな人たちの話題に反応したメディアもお披露目の場に立ち会った。すごい綺麗なんだもん、びっくりしちゃう。この辺とかもなんかもうちょっといろいろ運転できないかもしれない。全塗装によって新車の輝きを取り戻した。擦れて傷んだシートはオリジナルの色と手触りを再現。伊藤が何度も塗り直した修復の跡ももうない。エンジンも整備され、エレガントなボディラインも30年前と同じ。デビュー当時、気品のあるセダンと呼ばれたその姿が帰ってきた。感動しましたあまりの綺麗さに。もう思わず泣いちゃった本当に。翌日からシーマの一般公開が始まった。もともと技術の資産と言われている時代がありまして、やはりそこのこだわりがこの車をよみがえらせたのかなと。もう最高に欲しい塗装がしっかりしているのと外面がすごく綺麗に仕上がっていて驚きました。新車だと思って最初見てたので、30年間くらい乗り続けたものだって聞いてびっくりしました。乗ってみたい。感動しそう。そこにはデストアを担当したスタッフからのもう一つのプレゼント。うわ、え、なにこれ、え、本、え、写真集になってる。キャー、すごい、ありがとうございます。これもうお父さんと二人すっごい一生懸命やったんですけどこんなにまだ超綺麗です。10年後って言うと65歳なんですけど、まあ元気で運転できてればいいなって思います。おお、こっから塗装。本当に誠実なレストアにこだわってよかったなって、あの伊藤さんの涙を見て思いました味がありますね、風間さん本当にね、あの銀座でお披露目していただいて、あのあんなにね喜んでもらえるなんて思ってなかったので、あのすごく嬉しかったです。あのシーマもちょっと新しくなったので、私も健康には気をつけて長く運転できるように、あの頑張りたいと思います。すごいです。そこにはこれですよ、オリジナルのエンブレムが。30年分の重みがありますよね。ありがとうございました。すっごい宝物ですね、これ。たくさんの車愛が生んだ一つの奇跡の物語。